アメリカの指名手配書指示マークは手の形をした記号である。主に方向を示す目的や協調ポイントを示す目的で使用される。台湾、講子領域の駅名表参道などでは指示マークを利用して分岐路における方向と行き先を示す標識が使用されていることが多い。左右に分かれた分岐路の場合は右向きの指示マークを持った標識に右の道の行き先、 左向きの指示マークを持った標識に左の道の行き先を示す。山頂や展望台などにおいてはその方向に何があるかを示す。まだ駅名表で隣駅表記の要例もある。日本では葬儀会場への案内で用いられることが多い。書籍などで文書中の協調箇所の左端に指示マークを使用して右に示す文章を注意して 読むように読者に促す目的で使用される。この場合は主に右向きの指示マークが使用される。12世紀から18世紀の欧米においては指示マークは公式の役物であった。主に他記事への参照に使用された。コンピュータにおいてマウスカーソルをボタンの上に重ねた時に指示マークに変更する GUI を持っている環境は多い。これは一般にボタンは 指で押すものであるため、その様子を視覚的にわかりやすく表現したものである。これは、手の甲を向けた、上を指させて、である。JISX0213 では、JIS 企画書によると1から13から94の指示マークは上下左右いずれの方向を示す記号も、包摂するとしてある。ありがとうございます。